どうも山田です。今回はですね、ちょっとした情報の動画でございます。っていうのもですね、今回対人戦が来ていろんな要素ババッと紹介しているんですけれども、ここ何個かの動画はほぼ対人戦周りだと思います。これにね、付随してですね、来てるアップデートの中でめっちゃ重要なものが一つ、来ているんですね。それは何かというと、ダメージ倍率の変化でございます。はい。そんな、なんかこと言っても、そんなんどうでもよくないと言われる方もいらっしゃるかもしれませんが、これめちゃめちゃ大事なんですよね。ということで、ちょっとね、これすごいサクッと、紹介していこうと思います。倍率の話だけなんでね。はい。ということで、こちら、ゲームイズの攻略ページでございます。ポケモン GO タイプ相性倍率が変化。今後はタイプがより重要になると。はい。ということでですね、そうなんですね。ダメージ倍率、どういうことかというと、弱点をついた時や、もう逆に相手に疲れた時、相手が、耐性がある攻撃をした時の倍率が変化しました。で、これざっくり言うとですね、よりタイプ相性を把握していないと、このダメージが通りにくいような環境になったんですね。はい。で、それでは見ていきましょう。はい、こちらでございます。タイプ相性の倍率の変更を、旧型のタイプ相性がですね、20の方ですね、20弱点をついた時が、1.96 倍、まあ約2倍だったんですね。これが 2.5 倍、約 2.5 倍まで、膨れ上がりました。つまりですね、今までのその、まあ、弱点ですね、例えばバンギラスに格闘の技を皆様、当てるっていうことね、多かったと思うんですけれども、これをした時に、今まで以上に、まあ、対人戦だと削れるよということになりました。で、抜群がですね、 1.4 から 1.6 倍に、今一つが 0.714 から 0.625 に、はい、今一つ ×2 の場合は、まあ、つまり今一つのタイプ相性が2個重なっているやつに対して、今一つの攻撃当てちゃった時が、今までが 0.51 だったのが 0.39、今一つ ×無効、まあ、原作だとね、無効ってのがありますからね、この2つが掛け合わされている時が、約 0.36 倍から 0.244 倍という感じになっています。はい。そして下見てください。レイドの倍率が変更と、なっているとのことでした。はい。つまりですね、こちら、まあ、対人戦だけでこれ反映されてるのかなと僕個人的に思ってたんですけども、これ全部が、そうなったみたいですね。このことから分かるのはですね、まあ、20弱点と、あと今一つかける無効、この両方を見ていただけば分かるんですけども、もう差がえぐいと。はい。新しいやつだと20弱点つけば 2.56 倍なのに、一番軽減されてる時だったら 0.240、 4分の1の威力になるのと、2.5、 まあ倍はちょっと言いにくいんですけども、もう軽減のされ方がとんでもなくえぐいことになったんですよね。ということで、今までだったならば、例えばギリギリ耐えられたようなものも耐性が強くなっちゃったから、もう撃破しねできないとか、もう逆に今までサクサクと倒せていたポケモンが、相手ポケモンが今までよりもスピーディーに倒せるようになったということですね。で、これ下面白いのがですね、星4のソロレイドも可能になったということでございました。つまりですね、今まで、まあ、この下に書いてあるんですけども、一部星4のポケモンもソロで勝てるようになった、かなり強化しておく必要はあるが、海外ではカイリキー6匹でバンギラスやアブソルを1人で攻略した動画が上がっているということでございます。なのでね、皆様、これはですね、まあ、いい点でもやっぱあるんですよね。例えばそのさっき今挙げたそのバンギラスとかも20弱点をついて、まあ勝てるようになったと。よりタイプ相性が重要となると、タイプ相性が変更されたことによって、今まで以上にタイプを把握することが重要になりました。20弱点20耐性、この辺は特にね、もう本当にバトルをもう大きく左右しますので、皆様、しっかりと把握をしていきましょう。はい。そんな感じでございます。ですね、まあ、今回このタイプ相性ですね、まあ、そもそも対人戦が来たことによって、タイプ相性を今までよりもしっかり覚えましょうみたいな風潮が、ポケモン GO でもあるんですが、そこに対してこう拍車がかかるような、そんな、修正になっているんじゃないかなとね、個人的には思いました。だポケモン自体の性能っていうのもね、もちろん今まで、ね、大事でしたよ。その種族値および個体値っていうのも大事だったんですが、今までよりもその20弱点抜群、この辺の威力が上がったということで、こいつだとちょっとギリギリ勝てなかったみたいなね、タイプ的には相性がいいはずのポケモンなんだけれども、本人の種族値がちょっと低いから相手を削りきれないよみたいな状況が、今後はね、その水準が上がったので、こいつでも勝てるよみたいな感じになりましたので、まあ皆様、自分のね好きなポケモンたちで、もしかしたらレイドが勝てるかもしれないとか、ジムであそこで活躍するかもしれないとか、そんな風にね考える余地がかなり出てきましたね。はい。ということで、今回ダメージ倍率が変更になりましたよというお話でございます。まあ全部細かく覚えてる必要はないんですけれども、抜群と今一つの差が大きく広がったと皆様思っておいてください。はい。ということで、今回はこの辺で終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。